ンポン。こんちは、あれ、ついなちゃんだけか？あれ、こんにちは。おい、なんや声出ないんか？やっちゃえ、バーサーカー。なんでや、設定が決まってないからですよ。わあ、なんやねん、お前急に現れおって。ちょっと実体験の練習を。ペーパーマリオか、お前は。なんでついなちゃんはこんな感じなんや。設定をインプットしてないからです。設定、ボイスロイドは動画に出演する際は設定をインプットしないと自立して話すことができないんですよ。はあ、というわけでついなちゃんの設定を決めていきましょう。せやな、自立して話せないなんてかわいそうやし。ふむ、やっぱり普通ではつまらないので、副音声系ツンデレキャラとかどうです？は、こんなイメージです。ゆかり先生大嫌い。わかりづらいわ。しかもシュリット何言わせとんねん。じゃあテロップ系ツンデレ系。ゆかり先生大嫌い。情報が錯綜するわ。しかもシュリット芸人にすんな、やめろ。うん、じゃあ妹キャラで。急に雑やな。ふむ、最初はそんなに詰めて設定作らんでもええんやないか。確かに、先生なんてキャラ設定。あ、ですもん。お前はもう少し脳みそを詰めろ。とにかく話せないままなんてかわいそうやん。うちはこの子がしっかり自分の意思で楽しく動画に出てくれればそれだけで嬉しいんや。ママ違うよ、やめて。先生はバカ。はは、それな、バカでーす。お前ほんま無敵やな。じゃあとりあえず可愛い妹分ということで。せやな、そんなもんでええやろ。ただそれだけではやっぱり弱いので特徴をつけてあげましょう。特徴、とりあえずバーサーカーを横につけときますね。どちら様？ピンポン。いや、先生との謎の集まりに可愛い後輩ができてよかったよかった。こんにちは。あれ、打ち疲れてるんかな。あ、か、り、ちゃー。うわー、わー、びっくりするやないか。まだまだ修行が足りませんね。先生レベルに達観した精神を持っていれば驚くという事象は発生し得ないんですよ。お前は何を言ってるんだ。まあまあ、込み入った話は部室で詳しく。ずれてる。びっくりしすぎて無意識に顔の位置がずれてるよ、ゆかりちゃん。ああ、失敬。現実的に考えて下に顔がずれる人なんていませんよね。お帰りなさい。もっと視線にずれる感じで、気持ちずれる的な。お帰りください。てか、なんでついなちゃんはツルツルやねん。みんなに覚えてもらいたくて、インパクトを出そうと思って。それでなんでハゲるの？びっくりするかなと思って。この子もボケ側かな。じゃあ先生が立ち絵をおっさんにする。斜め下の対抗の仕方やめろ。女の子なんやから普通にオシャレすればええやん。ほら、そのカツラトリーナ。よかったー、マジでよかったー。ほら、後ろ向いてみ。あら、かわいい。ええー、な、似合っとるわ。かわいいかわいい。先生もたまにはええこと言うな。うちもかわいいと思うで。かわいいかわいい。ええー、な、似合っとるわ。かわいいかわいい。かわいいかわいい。すごい、一瞬で冷めた。ピンポン。ついなです。少し前から憧れのゆかり先生とあかり先輩の集まりに参加させてもらえるようになりました。毎日楽しく、本当に楽しく過ごしています。あ、ごめんなさい、二人のことを知らない人もいるかと思うのできちんと紹介していきます。こっちがゆずきゆかり先生。 IQ に顔が取れて影分身ができます。いつも話題を持ってきて動画を盛り上げてくれるムードメーカーです。こっちがあかり先輩。何でもできて優しくて私のことをいつも気にかけてくれてます。あかりイズマザー。流行ります。嘘です。自己紹介もします。ついなです。よろしくお願いします。いつもは関西弁で喋るんですけど、普通とは逆に行きたい。先生が逆に関西弁のキャラなら逆に標準語の方が逆にインパクト出ますよ。逆に逆が多すぎて意味がわかりません。また私の他の特徴としていつもバーサーカーを連れてます。先生がマスコットキャラいた方がキャラが立ちますかね、と言ったからです。ちなみに先生が連れてきたバーサーカーはどの子です？おっさんです。まごうことなきおっさんです。おっさんがマスコット、斬新ですね。ああ、悪霊を封じ込めてた壺が壊れた。そしてバーサーカーに憑依した。そうなんです。皆さんも気づきかと思いますが、この動画いつも展開が雑なんです。で、なんかこっち来てる。ピンチです、ピンチです。にゃー。うら、うちのつい何々しとんじゃボケ。先輩、なんやこの黒いおっさん。悪霊に取りつかれたおっさんです。もう意味がわからん。ふはは、先生に任せなさい。何こいつ、影分身の術いけ。ダメでした。雑魚すぎてびっくり。こんな感じで毎日を楽しく過ごしております。改めて皆さん、まだまだ未熟で至らない点もたくさんありますが、精一杯頑張っていきますので今後もよろしくお願いします。いや、今週はついなちゃんウィークやったな。ありがとうございました。口調、髪型が決まったので、あとは服装ですかね。せやな、あとメガネ。それはいらん。ツルツルのカツラ。あれ、びっくりするからほんとやめてね。